おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も蛇の命ハードモードやっていきたいと思います。おそらく最終回なんじゃないでしょうかというところで、前回、なんとかね、まあ、なんかフェニックスのごとくしぶといって言ってたけど、そんなにしぶとくなかったね、今回のブラックドクターで、コテンパにやっつけた結果、まあ、最終的にヘビボールしかやっぱり脱出手段はないだろうということで、ここの地下に来ましたっていうところで発言しましょうか。すごいよ、すごい願い事が見えるよ。ちょっと前回全然見てなかったんだけど、セーブがしたいっていう文字しか見てなくて、あ、しかも長期戦のためセーブ推奨って書いてあるわやば、長期戦かもしれない。いきますよ、ここからが問題かもしれない。旅館の犠牲者を生き返らせたい。願い事は決まっている。永遠の命。何？犠牲者を生き返らせるだと？願い事が同時に被っちゃったよ。しかもどっちの願い事もマスターキーじゃないよ。叶う願い事は一つのみ。被さった場合は討論の末、ふさわしいもの一つのみ叶えられるルールだ。永遠の命と犠牲者の復活、どちらの願い事がふさわしいのかをかけてな。だったら満場一致で決まりね。犠牲者を生き返らせるわ。そうだよ、シェフやみんな、そして過去の犠牲者たちも生き返らせるよ。死んだ命が本当に生き返るとでも思っているのか？思ってないわよ、人が生き返るなんて。それ以前にあんたたちは分かってるの？誰も黒幕の味方なんてするわけないでしょ。逆だ、黒幕相手だからこそ味方にならざるを得ないんだよ。なんせ黒幕側には爆弾という最終兵器が残ってるのだからな。俺の願い事が叶わなければ旅館ごと爆発させるまでだ。そうだったよ、爆弾の問題がまだだったよ。つまりこの黒幕の願い事が叶えられりゃ俺たち全員脱出できるってわけか。じゃああいつの永遠の命を叶えて終わりでいいじゃねえか。静粛します。ガハ、もうこの絵面も今回で見納めだよ。どうだ名探偵、お前が願い事を取り下げればみんなは助かるのだ。意義あり。おお、いいねいいね、すげえぞ今の意義。意義だよ、ついに本当の最後の戦いだよ。取り下げないだと？このまま爆発して全員で死ぬ気か。爆弾は発見済み、爆弾は張ったり発見済み、発見済みですわ。張ったりっちゃダメだよ。あ、ごめんなさい、張ったりです。何？爆弾は張ったりだ？張ったりはお前だろうが、どこにそんな根拠がある？爆弾を仕掛けるメリットがありません。そうだよ、爆弾を仕掛ける意味がないよ。ヘビボールを監禁させるための脅しに使えれば十分だからね。爆発させることで今までの計画の漏洩を防ぐ口封じにはなるだろうが。口封じ用ってことは願い事が叶ったとしても爆発させる気満々じゃないの？例えばの話だ。では約束しよう、願い事さえ叶えば爆弾は起爆しないと。お前は信用ならん、絶対爆発させないと証明できない限りは却下だ。では逆に俺が爆発させるという証明もできないだろう。事件爆弾のタイマーを起動済み、爆発自体が脱出方法。これ爆発自体が脱出方法。そうだよ、不老不死の願いを叶えたら脱出の願いが叶えられないよ。つまり脱出するには結局旅館を爆発させる必要があるんだよ。それで自分だけは不死身だから爆発しても生き残れるって魂胆か。危うく騙されるところだったぜ。黒幕の願い事こそ爆発につながるってわけだからな。だったらもう暴露してやろう。この旅館はどの道爆発する。これは事実だ。ついに爆弾を起動させることを認めやがったな。爆弾じゃない、この旅館には攻撃力30のエネルギーに耐える力がないって話だ。もってあと10分ってところだな。これは本当だと思うよ。旅館にガタが来てるのは事実だし、ミスリード感もないからね。じゃあどっちの願い事でも俺たち助からないってことか。ああ、だが永遠の命が叶えられれば俺だけは助かる。爆発にも耐えられる命ってわけだからな。あんたなんかが助かるぐらいなら真珠を選ぶわ。俺は優秀な医師だ、生き残れば多くの命を救うことができる。これは世界中の命のためなのだよ。
そもそも不老不死だとか復活だとか本当に実在するとでも思ってるのか。復活は無理だろう。だが不老不死なら命の研究の過程で方法を見つけ出したさ。不老不死の方法？逆転効果をご存知かな。毒と解毒剤のような逆の効果をぶつけると打ち消し合うような仕組みだ。これ言ってたね、探索パートの時もしょっちゅう。それと同様に死に対し逆の回復を同時にぶつけることで相殺する方法を発見したのだよ。あとは細胞レベルで回復薬を流す仕組みさえ確立できれば、いつ死んでも死と回復が同時に作動、死が回避され続けるというわけだ。半分以上わけわからんが、要するにヘビボールの願い事で相殺細胞を移植するってことだな。散々ヘビたちを殺しておいてヘビボールに頼るなんて都合のいい話だな。俺は直接的には一度もヘビを殺していない。周囲の人間が殺したヘビを利用しているに過ぎんからな。そんなの自分の要望で殺させてるわけだから自分で殺しているのと同じだよ。君だって他人が殺した動物の肉を食べるだろう。君が動物の肉を食べたいと要望するから動物が殺され続ける。それと同じことさ。まあそうかもしれないな。結局動物たちはそのお肉を食べるために、あの、飼育されて毎回毎回殺されているわけだから、そうね、あの、人間がヘビを利用するっていうのも、あの、今の現代日本の生き方としては間違ってはいないのかもしれないけども、こんなに意志を持ったヘビたちを殺すっていうのはちょっと私には考えられないな。それは食べるのは自分の命を維持するために必要だから。俺だって命を維持するために必要なことだ。永遠の命を維持するためにな。こいつを論破するなんて100年かけても無理だろう。諦めるしかねえな。どうだヘビ探偵くん、願い事を取り下げる気になったかい？取り下げない！ちっ、まだ復活などと出空事をほざくか。いや、もう認めたら終わっちゃうもの。命が関わってるからにはこっちだって諦めるわけにはいかないよ。では逆転の発想だ。旅館の犠牲者を生き返らせる側の願いが叶ってしまったらどうする？旅館は封鎖状態の上、爆発も迫っている。生き返らせたところで爆発に再び苦しませる結果になるだけじゃないか。確かに。だったら犠牲者になったヘビたちの死体が旅館の外にあるなら爆発の心配はないってことね。外にあればな。だが残念ながら死体は全て旅館内に埋めてある。これは事実だ。確かにそうだよ。死体の処理はいつも助手の担当だったみたいだけど、警察側が帰るとき死体を持って帰るような様子は過去一度たりとも見たことがないからな。それに100歩譲って復活が可能だったとしよう。ただし死体が完璧に保管されていなければならない。土の中ではとっくに分解済み。それも蛇なのだから肉体どころか骨すら残ってはいない。そもそも死体って旅館のどこに埋まってるんだよ。そういえば蛇の死体って旅館内に今まで一度たりとも見たことないんだよ。俺も旅館は隅々まで探索したが、蛇の死骸なんて一度も見てないぜ。そうね、私も散々探索したけど見てないね。見えない場所に埋めたとしても死骸じゃ匂いでバレちまうしな。消えた死体、あの場所が死体置き場になっているのでは？あの場所？可能性があるのはこれしかないんじゃないの？消えた部屋の存在、冷凍倉庫だから匂いが、あ、なるほど、冷凍保存してたってこと？っていうことは、じゃあ骨にもなってないんじゃないの？冷凍されてんだったら、コールドスリープ状態ってことでしょ？まあ死んでるけど。消えた部屋といえば使われていない冷凍倉庫。あれ？埋まってる。ここ欠けてたのにね。欠けてたっていうか、あれな、よくわかんないけど、ミスリードだったけど。あ？あれ、今読んだっけ私。ちょっと飛ばしちゃったかも、セリフ。確かに死体を保管するには最適な場所だよ。最適ではないだろう。冷凍倉庫は電気代など維持費が必要になる。
土の中に埋めた方がはるかに経済的だ。確かに普通に土に埋める方が節約になるな。なぜ電気代を無駄にしてまで冷凍倉庫により死体を、あ、違う、間違った。冷凍倉庫に死体を収納したのか。より逆転度の高い方を選ぶべき。わざと電気代を消費するため、節約のため。あ、あ、いや、まあ、より逆転度の高いのは節約のためだな。節約だ。完全に逆だろうが。冷凍倉庫を使うより土に埋めた方が、電気代の節約になるだろう。冷凍倉庫を使うより土に埋めた方が電気代の節約になるだろう。冷凍倉庫に死体を収納することで、収納って読んじゃった。冷凍倉庫に死体を収納することで節約になるものは？水か！水不足で悩んでたけれどもっていう話だったよね。あんだけさ、なんか、全然足りねえよって言ってたじゃん。温泉の、なんだっけ、残り湯を、冷凍倉庫に持ってってたんじゃないかみたいな説だったけど、あれじゃ全然足りねえよって言ってたのを、その、死体を氷漬けさせることで代用していたってこと？やばいことしてんじゃん。水の節約？そうか！大量の人工雪崩を作るのに、水不足で温泉の水だけじゃ足りないって問題。え、つまりさ、これ全部死体？この雪だるまたち。えぐくね？ちょっと待って。あ、でも全部じゃないのかな？え、どうなんだろう？でも。っていうことは、この真ん中のやつって、刑事の死体？一番最後にできた死体って、刑事と従業員。え？どういうこと？ちょっと待って、え？そしたらなんか1個じゃなくて2つ埋まるはずだと思ったんだけど。どういうことだ？ちょっと、わかんねえや。蛇たちの死体を雪崩に混ぜることで、文字通りの水増しをしてたんだよ。雪崩の正体は蛇たちの死体。蛇たちを監禁用のオブジェとしても利用してたってわけか。だけど、これで被害者を生き返らせる側の望みが出てきたわね。雪崩で冷凍保存されてるなら、死体は完璧な保管状態よ。しかもただの水での冷凍じゃなくて、温泉の水での冷凍だからな。だが復活が成功したところで、場所が旅館内ではそのまま爆発して再び死ぬだけだろうが。旅館内とは言っても、雪崩の位置は玄関口だから半分外みたいなもんだよ。復活が成功すれば、助かる蛇が何匹かいるはずだよ。蛇が何匹助かってどうなる？お前らはどの道助からないんだぞ。この命を蛇に託して死ぬなら、復活させる側の願い事にも価値が生まれてくるじゃないか。めでてえな。空気より軽い蛇の命が助かったところで何も変わらねえよ。俺が生き残った方が世界のためになる。これが真理だ。それを判断するのはここにいるみんなだよ。どう考えてもふさわしい願い事は犠牲者の復活だよ。そもそも雪崩が蛇の死骸などというのがただの憶測だ。だったら一箇所欠けていた雪崩、あれはどう説明する？で、さっきのやつ埋まってたやん。話題に出すだけで空気がおかしくなるこの難題、先送りしたままだったな。最後の難題、ついに解かなければならない時が来たのかもしれないよ。雪崩は増えていた。これだ！やば、合ってた！嬉しい！あ、まだ、でも、押してないから正解かわかんないけど、これでしょ。雪崩は増えていた。いや、でも、思い出しとこう、一応。ちょっと、不安だから。欠けてる雪崩発見時、犠牲者は4号室のヘビメタ、シェフ、ポイズンスネークの4匹だった。つまり？え、それだとよくわかんないけど。だって、従業員と、おかみさんと、刑事はどうなってんの？あ、でもこれヘビ、え？あれヘビである必要、あれ？あれヘビの死体って言ったか。ってことは人間の死体はどうしてるの？どうなってるの？わかんねえや。まあ、雪崩は増えていたんでしょう。ほら、どうだ。よし、合ってた。増えていただ。明らかに減ってるだろうが。
そういえばあの時点で殺されていたヘビは4号室のヘビ、ヘビメタ、シェフ、ポイズンスネークの4匹。そうか、完全に逆だったんだよ。あの雪崩、1箇所減ってたんじゃなくて死体の数分4箇所増えてたんだよ。はぁ、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 なるほど、なるほど。こういう風にね。いや、まあでもそうだよね。そういうことになるよね。これで救世主 X が、蛇の死骸を雪崩に混ぜてたってことが証明されたわけだな。いや、ほら、ミスリード演出なくなったよ。ぐやったよ、これでついに論破だよ。論破ってことは、犠牲者を復活させる願い事に決まりってことだね。いや、まだだ。俺は論破などされていない。何言ってんのよ。たった今論破されてたじゃない。それはお前らの都合のいい解釈だろ。こいつ論破されたことを意地でも認めないつもりだ。願い事の勝利条件は論破。つまり論破されたことさえ認めなければ永久に負けないって必勝法なんだよ。んじゃあ永久に勝ち目ねえじゃねえか。その通り。俺は永久に認める気はないからな。あんたが何と言おうと、死体が冷凍保管されている以上、私たちも犠牲者の復活を諦めないからね。死体は冷凍倉庫ではない。そうだ、死体は土の中に埋めたんだ。だからもう手遅れなんだよ。こいつ論破されまいと嘘までつき始めたぞ。さあどうする名探偵。死体が土の中ではとっくに分解済み。お前の復活の願い事も無意味だってことだ。それとも、土の子のように大好きな土の中なら幸せとでも言い出すのではあるまいな。外がうるせえ。蛇は土の中で生き返る？蛇が生き返る本当の場所はどこなのか？土の中で復活する、雲の上で復活する。ここはリアル逆転で相手を翻弄するべき。なるほど。脱皮して再スタートの雲の上マップの話をしている？もしかして。だよな、多分な。土の中で復活するって言ったらなんか認めちゃうことになるから。雲の上で復活するんですよ、蛇は。雲の上？蛇探偵までおかしなこと言い出しちゃったよ。残念だったな、名探偵。雲の正体は水蒸気。上に乗っかることなどできやしない。雲の上で生き返ったら、そのまま落下死するだけだな。今度は冗談に対してマジ論破かよ。自分の願い事を叶えるため、マジな、確実でマジ論破でとどめを刺しに来やがったぞ。どんな手段を使おうが、論破したもん勝ちなんだよ。とにかく、これで俺の願い事に決まりってわけだ。いや、実際に雲の上で私は復活しているからな。雲の上に乗ることはできない。相手の言動を利用してカウンターを仕掛けよう。それは蛇の命が、空気よりも、軽いからだよ、この、傲慢中二サイコ野郎が！そうだよ、蛇の命が空気より軽いなら雲の上で復活しても落下死しない。これは逆転論破だよ。この論破を認めないと蛇の命が軽いという発言の方が論破されるから認めざるを得ないわね。もう勝負あったよ。願い事を取り下げるんだ。俺の負けのようだな。願い事は諦めよう。本当かい？大丈夫かい？やったよ！これで復活の願い事の勝ちだよ！浅はかなものだ。勝ってもいないのに、勝ったなどと。何よ？あんたが負けたって認めたんじゃないの？俺が負けたからと、お前らが勝ったとは限らないだろう。どういうことだよ！俺が願いを取り下げたところで、復活など到底無理だってことだ。俺は命の研究をしてるから、誰よりもわかるんだよ。最先端の科学技術。いや、未来の技術でも不可能だろう。復活も。
不老不死もな。それには同意見だよ。簡単に復活できるほど命は軽くないからね。人間の命も蛇の命も。だけどヘビボールだったらなんとかなるかもしれないじゃないか。ではもっと残酷な現実を教えてやろうか。復活が無理だとか以前に、そもそもヘビボール自体に願い事の効力などない。ええー、あんたが自分で言ってたことじゃないの。ヘビボールには願い事を叶える効力があるって。最初はそう思っていたさ。だが研究を進める過程で少しずつ気づいちまったんだよ。ヘビボールでの願い事なんぞ幻想に過ぎないとな。だったら何のためにここまで集めて、何のためにヘビたちが犠牲にならなきゃいけなかったんだよ。犠牲を生み出したからこそだ。途中で諦めたら今までの犠牲が無駄になっちまうだろう。一度嘘をついたら引っ込みがつかない。それをお前が一番わかっているはずだ。嘘をついたら引っ込みがつかないから、嘘をつき続けるしかない。ヘビ従業員くんはシェフっていう嘘をついて引っ込みつかなくなってたもんな。わかる気がするよ。だがヘビボールに効力がないなら今までの討論は何のためだったんだ。なんとか言いなさいよ。あんたが討論だの論破だのルールを決めてたんじゃないの。そりゃ言えるわけにはな。結局お前も頼ってたんだよ、蛇探偵にな。討論になれば蛇探偵が何か奇跡の逆転を起こしてくれるとでも思ってたんだろう。なんせ蛇メタ以上にレアな奇跡の蛇なんだからな。まあ、ヘビ探偵くんがヘビメタ以上にレアな理由って、多分バックに私がついてるからってことなんだろうなって思う。黙れ黙れ。だが皮肉なものだな。ヘビを軽く見ていたお前がヘビに負けてるだけならまだしも、ヘビ頼みだったとはな。違う、俺はヘビに負けちゃいねえし、ましてやヘビに頼ってもいねえわ。ついさっき負けを認めてたじゃねえか。そうよ、蛇に負けを認められないって結局あんたも無敗の刑事と同じなの。逆だ、無敗の刑事と同じなのはその蛇探偵の方だ。蛇探偵が無敗の刑事？そうだ、その蛇探偵は無敗の刑事と同じく裏で操作されている駒に過ぎない。これそういうことだよね。私が操っているよっていうことを言いたいよね、これね。俺はその蛇探偵を操縦している人間様に負けただけだ。蛇には負けちゃいねえ。私に負けたってことか。なるほどな。蛇に負けたショックでついに幻覚が見えちゃってるよ。まあ今までの犠牲はただの無駄。そしてこの討論もただの無駄。何もかもが無駄っていうわけだ。いや、どうかな、それは。わかんねえけど、無駄ではなかったんじゃないかと思うんだけどね。この時間は、いいものだったと思っているよ。時間の無駄ではなかったよ。なに？この茶番が無駄じゃなかっただと？願い事なんて嘘だったのよ。どう考えても時間の無駄じゃないの。もしかして、奇跡の逆転を起こすつもりかもしれないよ。バカな、逆転などとは。復活の願い事以前に俺たちがここから脱出する手段すらないだろうが。この旅館のどこから脱出するか、最後は発想の逆転の逆転で解決するしかない。裏口から脱出、表口から脱出、発想の逆転の逆転。もうむしろ表から出ちゃうみたいな、そういうことかな。発想の逆転の逆転、ちょっと見てみようかな。表口から脱出が一番なんか逆転臭い気がするんだけどね。裏の裏は表、まあそういうことだわな。表口から脱出。
表口といえば玄関のなだれ。そうか、この不毛な討論で時間稼ぎしたことで攻撃力30のエネルギーが旅館に充満。そのエネルギーが上の階に伝わり、雪崩が解ければ脱出できるってことだよ。謎が解けて氷も解ける。推理も雪崩も回答で片がついたよ。うまいこと言ってんね、正面ヘビ君。残念だが玄関口からの脱出は無理な計算だ。雪崩が解けるよりもやはり爆発の方が先なのだからな。うわぁ、それに炎に包囲されている以上、雪崩以前にまず上の玄関口まで移動することさえ不可能だろう。この旅館スプリンクラーは完備してねえのかよ。スプリンクラーがついてねえことはお前の放火騒動で検証済みだろうが、その通りでした。そうでしたわ。何かが起きた。なんだあれ、スプリンクラーだよ。え、本当だ、なんか降ってきた。なんで、おいおい、やっぱスプリンクラーがあったんじゃねえか。おかしいよ、水不足の旅館だからスプリンクラーなんてついてないはずだよ。ああ、ドリル重機が天井に向かって突き刺さってるよ。そこから水が噴出してるんだよ。そうか、あの位置は上の階の雪崩の場所だよ。攻撃力30のエネルギーで解き始めた流れがスプリンクラー代わりになったんだよ。なぜだ、上の階にはドリル重機を吸引する電磁石などなかったはず。はあ、うわあ、だからハードモードで追加されたキャラクターがヘビメタくんだったんだ。ヘビメタ、そういえばヘビメタには電磁石が含まれてるって話だけど、ドリル重機の衝撃で上の階の床に少し穴が開いたよ。そこから上の階に移動できそうだよ。上の階に移動します。来たー。あ、もうボロボロになってる。本当にヘビメタの遺体がドリル重機を吸引してたよ。攻撃力の30のエネルギーがヘビメタにまで充満して強力な磁力が発生したんだよ。しかしヘビメタの熱エネルギーだけでは雪崩全体を溶かすのは無理のようだ。雪崩を溶かすにはエネルギーが足りな。なぜか雪崩が溶けたよ。なんで、なんかめっちゃいろんなヘビいる。なんか、あ、あれじゃん、雲の上マップにいた、青大将くんと、赤マムシくんじゃないのこれ。あらー、さらに過去の被害者たちまで、しかも全員生きてるみたいだよ。ほんとだ、なんか動いてるめっちゃ。バカな、雪崩がこんなに早く溶けるなど計算外だ。そうか、ヘビメタの熱エネルギーだけじゃなくて、ヘビたちの生命エネルギーも合わさって、雪崩を予定より早く溶かしたんだよ。え、どういうことだってばよ。あ、え、復活するなどありえない。ヘビボールに願い事の効力などないのだからな。ああ、え、ちょっと待てよ、爆発の、え、ちょ、え、ど、え、ん、いや、あれだよね、温泉に微力回復効果があるみたいなのが関係するのかなと思ったのよ。あの、ほら、なんだっけ、総裁効果みたいなさ、言ってたじゃん、ドクターが。いや、違う、え、わかんねえ。あ、ちょっと、もう、動揺しすぎ。ヘビボールでもなければ復活でもない。そうなると残るは、死を回避していた？なるほど？霊媒されているだけではないと思うから、死を回避していたのか。死を回避してただと。まさか、逆転効果。あ、え、そ、あ、あ、死と同時に逆の回復をぶつけることで相殺するとか言ってたやつね。そうだよね、やっぱそうなんだよね。やっぱこの温泉の微力回復効果なんじゃないかと思うけど。だけど蛇たちは死ぬ時同時に回復なんてしてたのかしら。はあ、なるほど。殺害現場が全部温泉だったね。なるほど。でもヘビメタ君はどうしてなんだろう、わかんないけど。そうだよ、この旅館で死んだヘビたちは温泉で殺害されてるよ。つまり死と同時に温泉の回復が合わさって死を免れていたんだよ。しかし逆転効果は復活とは違う。
あくまで一時的に死を回避するだけの効果のはずだ。温泉雪崩の長期間つけ込まれたことで、一時的な死の回避から持続的な死の回避に至るまで回復したんだよ。それ以前に長期間雪崩の中では生き延びられるわけないだろう。これは冬眠かな。冬眠です。そうだよ、冬眠だよ。蛇は冬眠するし、温度変化にも強いから雪崩の中でも無事だったんだよ。おお、過去のレア蛇客、これ赤マムシくんじゃないの。そういえば雲の上で生活してるような夢を見てたな。いや、会いましたからね、雲の上でね。そうだったよ、雲の上にいるような、温泉の中にいるような変な夢だったな。青大将くんね。目が覚めたらなんだか大騒動になってるみたいだよ。ヘビメタくんってこの声だったっけ。ちょっと久しぶりすぎてカスカスだったよね、確かね。だけど落とし物はちゃんと持ち主に届いたような気がするから一安心だよ。その落とし物のせいで今こんな大騒動になってんだがな。しかし今までの検視の結果では確かに死んでいたはずだ。それはデータ上のゼロという数字にミスリードされて死亡扱いしてただけだと思うよ。ゼロどころかオーバーキルしてたヘビも多い。どう考えても復活など無理な話だ。え、オーバーキルのデータが間違いってことはないだろうから、オーバーキルが逆転したってことか。どういうこと。そうだよ、オーバーキルが存在するならその逆も存在するんだよ。オーバーキルの体も温泉保存の中なら、そのオーバーキル値は徐々に低下、やがてゼロを過ぎてプラス側に逆転していった流れなんだよ。ではポイズンスネークはどうなる。あのヘビは温泉で死んだわけじゃないからな。確かに殺害現場が温泉じゃなければ死と回復の逆転効果が発動しないはずだよ。別の逆転効果が発動したんじゃない。あれだよね、毒と、体の毒と、あの毒を根絶する薬って、あのホコタテがなんちゃらみたいな言ってたじゃん、これじゃね。そうだよ、ポイズンスネークには別の逆転効果が発動してたんだよ。体の毒と消毒の薬と逆の作用同士が相殺されて死から免れてたんだよ。だったらヘビメタの死はどう説明する。毒も関係なければ現場も温泉ではないぞ。そういえば毒要素も温泉要素もないな。そうだね、確かに。ヘビメタの死亡状況に温泉要素があったのでは。うわこんなに繋がるの気持ちいい超電磁ドリルじゃん。温泉につけ込んでたもんね、こいつね。そういうこと。そうだよ、回復要素は超電磁ドリルなんだよ。事件直後ヘビメタに吸引された電磁ドリルは長期間温泉につけ込まれたもの。ヘビメタが完全に生き絶えたタイミングが超電磁ドリル付着時だとしたら、死と回復が同時に発生するよ。総裁とはいえ、死に対して回復側のバランスが弱すぎじゃないの。吸引力のおかげで長時間温泉漬けドリルがくっついてたんだし、温泉雪崩の保管はさらなる長期間だよ。その長期回復から一時的な死の回避ではなく持続的な死の回避が実現したんだよ。ちょっと待って、超電磁ドリルが温泉と関連ってことは、ってことは、ミミズくんも、おかみさんも、従業員も、刑事も、復活するのでは？わあすごいなんだこのゲーム神ゲーじゃねえか。やべえ、鳥肌すごい。おい、死んだ旅館の奴らが飛んできたぞ。これは幽体離脱ってやつか。ミミズが装着していたドリルがヘビメタの磁力に吸引されてきたんだよ。そのミミズに絡まってたみんなも一緒だよ。私、いや、生きてるの。こっちもみんな生きてるよ。みんな超電磁ドリルの犠牲者だから、死と同時に回復の作用で死が相殺されたんだよ。バカな、
ミミズに至っては死んだ後さらに茹でられていたんだぞ。無事なわけがない。茹でられたお湯も温泉だ。そうか、茹でる時に使った水も温泉だったな。つまりミミズは再び死と回復の総裁で死から免れていたってわけだな。では、旅館女将の首吊り師はどう説明する？あ、そうじゃん。女将は、あれ？女将？ほんとじゃん。あ、ああ、そういうことか。超電磁ドリルも温泉も一切関係ないぞ。首吊りトープに回復効果。はあ、そうか。ミミズが茹でられた結果、首吊りロープに回復効果ができて、女将さんも復活したんだ。あ、じゃあ茹でられてなかったら女将さんだけ死んだままだったんだ。うわー、すげー。そうだよ、その首吊りロープ自体が温泉漬けにされたミミズロープだよ。ちょっともう喉がガラガラになってきたんだけど、テンション上がりすぎて。やばい、マジで。つまり首吊り師と同時に回復も発動して死が相殺されたんだよ。そしてその温泉漬けミミズにみんなで絡まり続けたおかげで、雪崩の蛇たち同様、一時的な死の回避じゃなくて持続的な死の回避に至るまで回復したんだよ。ミミズなんかに助けられるような悪夢を見てた気がするわ。まさ夢の間違いだろう。これで全員復活だよ。ヘビボールなんて全く関係なしに全員生き返っちゃったよ。なんかちょっと泣きそうになってきちゃった。ついでにドリル重機も超電磁ドリルが元の鞘に収まって復活だよ。それはどういうことなの。もう復活した矢先にドリル重機が地下に戻っちゃったよ。きっと役目を終えてもう休みに行ったのね。逆だよ、役目を終えたんじゃなくてこれから元々の役目を果たしに行ったに違いないよ。温泉掘りに行ったんだね。全員生存とはいえまだ喜ぶのは早い。生存者が多すぎれば逆にあだになるんだよ。おい、どういうことだ。生存者が多すぎて出口が突っかえている。このままではギリギリ間に合わない計算だ。道も足場も悪いからな。そこで提案がある。命の優先順位を決めようではないか。優先順位って。ああ、避難順を人間が先、蛇を後にする。これなら人間は少なくとも全員生き残ることができるだろう。まだそんなこと言ってるのか。お前が殺してきた蛇たちなんだからな。逆だ、殺してなどいない。むしろ殺されていた蛇たちを温泉漬けで保管し復活させた命の救世主こそこの俺だろう。いや、もうそれは結果論だろ。そんなの結果論だよ。先取りしちゃった。ダメだよ、命に優先順位なんてないから。蛇も一緒に脱出させるべきだよ。その通りだよ、命に優先順位なんてものはないよ。一人一人がとっても重たい命だよ。大事な命です。いや、命の優先順位は必要だ。え、刑事、ちょっと。その通り、言ってやってくださいよ。我々が最優先だと。逆だ、バカモン。お前が一番最後って意味で優先順位が必要なんだよ。いやー、刑事。なんだと。お前最初から裏切って俺を殺すつもりだったろ。そしてこの爆発騒ぎもヘビボールとかいうガラクタが原因だろ。倒れてる間ずっとそんな夢を見てたんだぞ。リアル版眠ってる時だけ推理能力が高くなるタイプの刑事だったよ。だがそれでも俺は認めんぞ。蛇の命は軽い。これだけは死んでも譲るわけにはいかねえんだ。ついに最後のターンになりました。行動を選択してね。発言しよう。蛇の命は重い。蛇の命は蛇だ。どう、最近、最近どう？そろそろ調査料が欲しい。どうかな。最後はどう、最近。最後の最後まで近況を聞きたがるタイプの蛇だったよ。ふざけやがって。俺の命は蛇なんかとは違う。たとえ順番が最後だろうと、必ず生き残れる不死鳥の命だと証明してやる。この人は最後まで嘘を突き通すつもりなんだよ。蛇の命の重さを認めてしまったら、自分が大量殺人鬼だと認めることになる。つまり自我を保つためには蛇の命は軽いと嘘をつき続けなければならない。そう、
蛇の命の軽さだけが俺の生きる意味。逆に言えば、蛇の命の重さを知ってしまった時が俺の死ぬ時。爆発まで5秒前。4、3、あと一匹、あと一匹。1、ダメだ、間に合わない。この旅館で殺された蛇の命の数があと一匹だけでも少なければ助かってたのに。死因、蛇の命一匹分。ああ、なんでだろう、なんでこんなにちょっと泣きそうになってる、なんでこんな泣きそうになってるんだろう、なんか涙出てきちゃった。蛇たちの脱出後、呪われた旅館は計算通りの大爆発を起こす。その大爆発の衝撃がドリル重機に乗っかったことで大量の天然温泉が湧き出した。過去の客たちも今の客たちも本来の目的、天然温泉を満喫し帰路に着く。前科の多いハンターとムカデはそのまま行方をくらませたそうな。旅館は完全に崩壊してしまったものの、大量の天然温泉をもとに従業員一同は旅館の再建を決意。呪いの旅館から幸運の旅館への大逆転を狙うのだった。一方、優秀な助手を失った無敗の刑事。何としても無敗を維持しようと逆転の発想で導き出した手段は辞職。なるほどね。無職の刑事として無敗の記録を更新しているとかなんとか。どんだけ無敗でありたいんだよ。そして今回の旅館騒動、唯一の犠牲者となってしまったブラックドクター。しかし、その死体が発見されることはなかった。爆発時の瞬間に湧き出た温泉回復からの逆転効果により、死が相殺されたのだろう。どこまでもしぶとい不死鳥の命だ。しかし、蛇の命の重さを身をもって体験したのは事実。今度会う時は、蛇の味方として現れるのか、それとも、さらなる強敵として現れるのか。そんな期待と不安と返却品を胸にしまい、蛇探偵は今日も歩き出すのだった。わー、返却品ってこれ、使われてもう使えなくなってしまった蛇ボールか。なるほどな。蛇の命、逆転の全員生還エンド。脱皮で雲の上マップに移動しますと。これにて蛇の命完結になります。最後までプレイしていただきありがとうございました。やったー。終わったー。この蛇の命の実況さ、最初にゲームアツマールでプレイをしていてさ、パソコンがちょっとポンコツすぎたことで一旦中断して、1年ぐらいちょっとねかかったんですよ、完結するまでに。今はもうダウンロード版で、しかもデスクトップ PC、 ゲーミング PC を買ったので、もうスラスラできているんですけど、ここまで来るのにすっごい時間かかったけど、いやもう無事に完結できて本当によかった。あー、面白いゲームだったな。最後のもう全部が逆転していって、全部の伏線がこう回収されて、謎がすべて解けるところが、謎もすべて解けるところが、もう気持ちよかった。いや、最高にいいゲームでしたね。いや、これは、もう、殿堂入りゲーム、私の中では。だってめちゃめちゃ長いシリーズになったもんね。30パート超えたもん。いやー、面白かった。作者の緑川さん、ありがとうございました。いやー、なぜかね、ツイッターもね、フォローしていただいているので、もう本当に感謝の気持ち伝えられればな、と思っております。ということで、もしね、また緑川さんの新作ゲームが出て、私がちょっと実況したいような感じの
ゲームのカテゴリーであればちょっとまた実況したいなと思っておりますので、またその時はよろしくお願いいたします。ということで、また別の実況動画でお会いしましょう。それではおつぴよでーす。またねー。